中日本高速道路株式会社は、高速道路株式会社法に基づき設立された特殊会社。通称は、ネクスコ中日本。ネクスコ3社のうちの一つで、中日本地域の高速道路、自動車専用道路などを管理運営する。2005年10月1日設立。道路関係4公団の民営化方式として採用された上下分離方式において、 道路施設の管理運営を業務とする。道路施設の保有を目的に設立される、独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構から、道路施設を借り受ける形態を取る。高速道路等の新規建設も、事業内容に含まれるが、完成した道路は、機構が保有することになる。ブランドスローガンとしては、同車発足時に、道の汗、が制定されたが、 2010年の同社設立5周年を機に、道を通じて、感動を人へ、世界へ、へ変更された。他に、同社の経営方針として、世界一の高速道路会社を目指してがある。ブランドカラーは、ネクスコオレンジと呼ばれるオレンジ色。同社では、中部日本エリアの活発な賑わいをイメージした、力強く、生き生きとしたオレンジ色としている。 死者2008年7月27日まであった死者事務所大船中部地方において日本道路公団が管理していた高速道路及び自動車専用道路が事業範囲となるが神奈川県の大部分及び東京都、滋賀県の一部路線も含まれている。これは路線単位で範囲を区分することに加え同時に設立されるネクスコ東日本及びネクスコ 西日本との収入バランスを考慮したためとされている。ネクスコ各社の管轄図具体的には、以下の道路が事業範囲となる。高速自動車国道印のついている、高速道路は全線開通していない路線。一般有料道路 A は、高規格幹線道路の国間道に並行する、一般国道自動車専用道路。B は、高規格幹線道路の一般国道自動車。 専用道路。専門的に業務を行うため、民営化した際のグループ経営化の中で設立されている。専門知識の共有のため、積極的なグループ内の人事交流が行われている。ありがとうございます。